日本の芸道、例えばお茶、お花では、しゅうはりという言葉を使います。お稽古事を学んでいる間は、言われることをきちんと守ること。そしてそれをマスターしたら、その規則を破り、新しい分野へと離れていくということです。近頃の若者はそれをよく知っています。高校時代、制服、頭髪を整え、身だしなみを正していた生徒が、大学に入ると途端に茶髪にしてしまいます。今では大学生の3分の1が茶髪だそうです。近頃、断捨離という言葉が出てきました。この言葉は学校の授業にも当てはまります。教室のゴミ箱にはプリント類でいっぱいです。こんなことお断りということです。そして年度末には教科書ノートが大量に捨てられます。試験が終われば一切やりたくないということです。考えてみると学校の授業のほとんどが暗記です。暗記をすればよいのです。ですが、教師は黒板に書きすぎます。生徒はそれをノートに写しておしまい。あるいはプリントを作りすぎます。その多くがゴミ箱行きです。そして、副教材が多すぎます。使われない教材が半分以上でしょう。あまりにも生徒に物を与えすぎ、持たせすぎ、そして捨てすぎだと感じます。これは教師サイドのエゴの塊と言えます。教育成果を上げようとしているだけです。教育の基本は対話することです。教育界では教師の一方的押し付けが多いのです。生徒と教師の距離は相変わらず離れているのです。